5月5日に放送された、そこまで言って、委員会、NP、読売テレビに、フリーの古立一郎アナウンサーが出演。日本の報道の自由について言及する中で、旧民主党政権時代に受けた、圧力について明かす一幕があった。5月3日、国際 NGO、国境なき記者団は、2024年の報道の自由度ランキングを発表。 調査対象の180カ国、地域のうち日本は70位、前年68位となり、主要7カ国、G7 の中で最下位だった。古立アナは日本に、報道の自由があるかについて、ないと表明。パネルに、民主党政権時代、大臣クラスからクレームが来たと掲げた。古立アナは、2004年から2016年まで、報道ステーション、テレビ朝日系の、 メインキャスター。その時代を振り返り、古掛アナはこう語った。2009年に民主党が政権を取った以降の印象で言うと、結構大臣クラス、政治家から直で番組なりに電話がかかってきて、あのキャスター黙らせろとか、すぐ謝罪しないと困るとか言ってくる感じがあったんですよ。えって思ってたんですよ。それを、 自民党は3年間観察したと思いますよ。ちょっと洗練されたのは2012年に成立した第2次安倍政権から全然じかで来ないですよ番組や僕なんかにでも政治部記者とかからさざ波のようにあの人がこうで幹事長がああでこうみたいって言いながら廊下ですれ違ったりしますよ旧民主党政権時代の圧力といえば 思い出されるのが、2011年6月末、菅直人内閣で、東日本大震災の復興担当大臣に就任した、子、松本隆史だろう。当時の岩手県知事、宮城県知事と会談した際、あれが欲しい、これが欲しいはダメだぞ。知恵を出したところは、助けるが、出さない奴は助けない。漁港を集約するのは、県でコンセンサス取れよ。 そうしないと我々は何もしない。知らんぞと上から目線の命令口調で発言。さらに宮城県知事にはお客さんが来るときは自分がまず部屋に入ってからお客さんを呼べなどと威圧的な態度を取り批判が殺到。就任からわずか9日で辞任に追い込まれました政治担当記者。古立アナが明かした話を聞くと 旧民主党政権時代では他にも圧力をかける場面があったということだろう。SNS では安倍晋三元首相が繰り返した悪夢のような民主党政権に戻るわけにはいかないという主張がぶり返される事態となっている。さすが悪夢の民主党政権。大臣クラスからクレームって幼稚すぎるやろ。立民も同じことするだろうな。 5月4 5日、JNN が実施した世論調査では次期衆院選で立憲民主党などによる政権交代を望む人が前回調査から6ポイント増えて48%自民公明による政権の継続の34%を上回った政権交代が現実味を帯びる中立憲は繰り返される悪夢の民主党政権という声を払拭することが でできるだろうか以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです民主党政権では安住氏が新聞を評価しドアに張り出したり石井大臣が震災後に海外でゴルフ三枚時にマスコミを脅したりしていた立憲民主党になっても最近でも小西議員が LINE で産経新聞を脅したり立憲民主党として個人のネットの書き込みを裁判で訴えたが CLP やブルージャパンに多額の資金提供を行いステルスマーケティングで世論誘導もあったもし自民党が言ったら大バッシングの嵐であるがなぜか立憲民主党がやると大騒ぎにならないのが本当に不思議である椿事件を思い出してもらいたいものですね政治の腐敗は政治家や官僚が不正をすることではなく その不正を報道しないことにあります。日本の報道の自由度の低さの正体は90年前の満州事変のように、禁止第で態度を変えたり、よく調べずに取材対象へ質問するなど取材レベルの低さにあります。マスコミ自身企業であり、都合の悪い話は伝えませんし、スポンサーには逆らえません。それが、ジャニーズなど業界権力の入り込む隙を与えているのです。 中国やロシアなど権威主義的な国のマスコミの場合は政府が圧力をかけるまでもなくメディアが国営であるなど権力側に取り込まれているのです当記事は民主党政権時代の方がマスコミに圧力があったかのような論調になっていますがそれに反して放送の自由度ランキングが第2次安倍政権以降爆下がりを続け途上国並みとなっているのは 事実無根ではないいと思います。鳩山政権では不達成ながら記者会見オープン化の動きがありました一方安倍政権下で2014年に磯崎元首相補佐官が個別の番組についても政治的公平を判断する要放送法の解釈変更を総務省に迫りました2016年には高市大臣から「 放送局の停杯コール放送を止める可能性に言及する国会答弁もありました政権交代が現実味を帯びる中立憲は振り返される悪夢の民主党政権という声を払拭することができるだろうか自民党もそうだけど自分の立ち位置優先ではなく国家国民を優先する感性と自分の言葉に責任を持つことではもう一度 政治家の言葉は命をかけた言葉で発した途端に社会に大きな影響を与えるということを肝に銘じることではその事前準備段階として選挙の応援者に対しての連帯責任を法で明確に位置づけることではそこから覚悟が芽生えるのでは政治家の言葉は命をかけた言葉と応援者が問題を起こせば当然連帯責任。 古舘さんの報道ステーションはよく見ていたが、これは意外な話ですね。むしろ民主党を受けするような内容が多かったように思う。自民党政権に変わってからも安倍政治を容赦なく批判していた。これで安倍さんに嫌われて降板させられたのではなかったのか。民主党政権に恨みを持つならあの報道はできなかったはずである。当時は、 根からの野党支持者だったと思うのが自然であるしかし人間は変わるものだ何かのきっかけで正反対の主張をするようになった人を何人か見ているこれも人間なのだと思う松本流だけは被災地の人間は許しません東北の場所は九州の人間だからわからないとか知恵を出さないと何もしないとか半世紀近く生きた中で 政治家の発言で今でも許せない発言です。うつ病とか何かしらの理由つけてましたけど、テレビでバッチリと映されて言葉も残ってて、イントネーションが誤解される余地もなく、高圧的でした。絶対に民主党政権は倒さないといけないと思った一幕でした。立民は万年野党と言わざるを得ない。所属議員や、 共産党との選挙協力等を見ると明らかであろう。防与論調査で立民に政権交代すべきとあったのも理解に苦しむ。特にこの難しい安全保障環境では悪夢では済まないだろう。自民はこのような現状を認識し脇を締めて臨んでもらいたい。おごってはならない。